偽サイドバックについて教えてほしいです。偽サイドバックもじゃあ433でやりましょうか。選手名はぐちゃぐちゃです。じゃあ例えばここにボールが入ったとして考えてください。普通の従来のサイドバックだったらウイングが内側に入ってでここ上がっていきます。これが従来のサイドバックで、偽サイドバックっていうのはここがボール持って内側にプレーするわけです。でここが中入らない。だってサイドバックがもう上がってこないってことはワイド取る人がいないんだから広がっとかなきゃいけないんですよ。要するにこのインサイドハーフがサイドバック持った時に縦に抜けてスペース作ります。でスペース作ったところに内側に入ってってこういうピボーテとかに当てると。でこうやって崩す。でカウンターの守備になった時にここにスペースがめちゃあるじゃないですか。こっちもこっちもここにスペースがめちゃある。でカウンターに相手にボール引っかかった時にここ通されるわけですよ。でこういうところでパスが通される。したらもうセンターバック釣り出されますんで、でこれを避けなきゃいけないとカウンター対策として考えた時に、なのでここが内側に入ってる、これだけでカウンター効きます。したらここ抜けれません、パスも出せませんっていうことはここに出さなきゃいけない。したらここやって外流れる。したら中から切りに行けばいいですよね。さっきと違ってこうやって相手の外にいる時点で7番の柴崎とこの選手が同じ足の速さ持ってたら絶対こっちが勝つじゃないですか。もうこの時点でそうなんですよ。この時点でかけっこしたらもう柴崎は勝つんですよ。この状態でドリブルしてて前方に誰もいなかったとしたらもう絶対ゴールまで運んで1対1でシュート打てるんですよ。なのでこの状態っていうのは絶対作りたくない。だからここじゃなくてここにいる、それだけでいいんです。でピボーテの両サイドを埋める、トランジションになった時にも優位になるような戦術、偽サイドバック。